私はいくらサーモン。これだ。この電車は上野、大宮、熊野、本庄、早稲田。車輪ケースなど途中電車内で動いたり倒れたり。あれ？上がお風呂だ。やっほー、でんでーす。今日は新潟のガーラ湯沢にスノボをしに来ました。2023回目のスノボです。めっちゃ天気が良くてあったかいかもしれない、なんなら暑い。この間買ったニュースノボウェアを着て楽しんでいきたいなと思います。全部白ベージュって感じで、ポイントはこの四捨五入したらロートなシャンブルズって感じの富士帽子です。行ってきます。行きますか、行きますか。何それ。また B ね、また B、 今のやつ。中央部での座り込みが終了。
眩しい、目が開かない。今一本滑ってきたんですけど、天気が良すぎて、なんせ晴れ女なもんで暑すぎたので、中に着てたトレーナーを脱いで、もう一回ゴンドラに乗って上に上がってきました。なので涼しい状態で、難しいこの道。やばい。だ。無理。Stay. You can lose one.
を食べてきました。美味しかったです。新幹線です。ゲレンデ来るのが初めてだったんですけど、すごい快適で旅行気分も味わえるし、あっという間だった。東京駅から新潟のガーラ湯沢まで1時間半もかからず東京から新潟まで来れました。あと今シーズン1、2回は来たいなって、来れたらいいなって思ってるんですけど、もう今日は気温が暖かすぎて春スキーって感じです。お腹いっぱいになったら疲れちゃった。何本か滑って温泉に行って、そうだね。今日は一日遊ぶデーなので、朝4時半に起きてスノボをして温泉入って新幹線で帰りたいなと思ってます。ちょっと楽しんできます。終わりだ。
行け。こっち来れる？なんでこんなに来るの？え、無理だ。おう、あ、もう一回しちゃえば、うん、うん、手が埋まる。はあ、休憩どころじゃない。どこ行くの？影。え、もうちょっと下のじゃなくて。そういうこと。うん、だから。違くて。うん。行くよ。いまいち信じられなくてさ、それで突っ込まれそうで。ほら。やっぱ信じられないよね。信じられない。うん。その辺の壁が日陰じゃない？もうちょっと下かな。ここ。2.5 キロ。もうどうとか。長かった。長かったね。疲れ。もうどっかから歩こうかと思った。ラーメン食べる？どうしようか。お腹すいた？まあ食べれなくはないよって感じ。
ただとっても食べたいようでもない。全員スキー客です。めっちゃ混んでます。